解説格子。解説格子とは、格子上のパターンによる解説を利用して干渉島を作るために使用される光学素子の総称、クレーティングとも呼ばれる。格子パターンは直線上の凹凸がマイクロメートルサイズの周期で平行に並んで構成されていることが多い。ただしその周期、材質やパターン圧、凹凸のサーなどは用途や使用する波長域によってよ異なる。 主に物理、科学分野で、文光素子として用いられるもののようとは一概には言えない。解説防止による干渉島が見られる、身近な例としては、CD が挙げられる。口述、ただし CD は、構造的に解説防止になっているものの、解説を利用しているわけではない。解説防止を用いて得られる効果としてわかりやすい、ものは、CD の読み取り面に、太陽光や、 室内光を当てた時に虹色に輝いて見える現象である。これはプリズムに光を通した時に見られる現象と似てはいるが、プリズムでは光の屈折によって色が分離するスペクトルが現れるのに対し、解説合子では光の解説と干渉によってスペクトが見えている。また、単一方向から光を入射し、スクリーンにスペクトルを投影してみると、プリズムで観察される。 スペクトルのパターンは単に光の波長の順に並んだものであろうが、解説合子で観察されるものはそれを周期的に繰り返したような形になるはずである。この分光能力により、理化学機器のスペクトロメーターや工学用のモノクロメーターの構成要素として、解説合子が割れることが多い。解説合子というと線が平行に走った単純な、 格子状のものを連想しやすく、以上の説明も、そのようなものを想定していってきたが、パターンの形、周期、断面形状は様々であり、材質や製造法も場合によって異なる。また、解説の起こし方にも、数種類ある。分光素子としてではなく、イメージング分野で、光の位相分布を画像化するために用いられるともあり、同様の分野で使用されている解説格子と類似の、 構造を持つ光学素子として、ホログラムやゾーンプレート、X 線顕微鏡で使用される解説レンズの一種などがある。また、加速された中性子のような波動性を持つ粒子、物質波のための特殊な解説合子もある。モデルとしてよく説明される解説合子は光を通すブロックと遮蔽するブロックが交互に並んだものだが、 光を遮蔽せずとも隣り合うブロックを通過する光同士に一定の高路差、位相差がつけば折りは起こる。そこで凹凸により高路差をつけるタイプ、屈折率の違いによって高路差をつけるタイプ、挙子上断面での反射により高路差をつけるタイプ、ブレーズ解説合子などがよく用いられ。また光の一部を遮蔽してしまうと高子数が減って損をするので実際には 上記三種のような光強度が減衰しない解説方式を取ることがほとんどである。通常よく見られる解説合子は多数の直線が平行に並んだ一次元パターンを持つものである。実用ではこのパターンの解説合子が多くを占めるが、イメージング分野で使用される解説レンズは同心円のパターンを有している。解説レンズは解説合子と同様の仕組みを持ち、 フレネル解説領域の干渉島を、ある一点、焦点に生じさせることで、レンズの役割を果たす、光学素子であり、そのために、同心円状パターンの間隔は、中心から端に向かって徐々に小さくなっている。このほか、原理的には、どのような二次元図形格子でも、解説と干渉を起こしうるし、ホログラムも、解説防止の一種とみなせば、そのパターン型は、無数にあると言える。 解説防止を身近なもので作ろうと思えば、大体いい 1mm 以下の周期でガラス板に溝を平行に刻んだり、透明シートに黒い線を印刷したりすれば、可視光用の解説防止として機能し得る。波動性のあるものなら、解説するので、原理的にそのような対象向けの解説防止を作成することは可能である。ただし、物質との相互作用が小さい波動ほど、 解説合止の作成が難しくなる。例えば、X 線は可視光と比べて物質との相互作用の度合いが小さいため、解説合止の材質やパターン圧の条件がより厳しくなる。分光をする場合の入射光は多色光だが、それを構成することなる。波長同士の光は互いに干渉し合うことはない。よって、単一波長の光、 単色光の解説と干渉現象だけ考えれば、多色光の場合はその重ね合わせで説明することができる。ここでは周期的に並んだ光子の開口部を光が透過して解説する場合について考える。解説光子に対して波面が平行な単色光を入射し、そこから十分離れた場所にスクリーン等を置いて光子から出てくる光を観測してみると、 周期的な干渉島が現れる。この島のパターン形状や周期は、格子のそれに対応したものになっており、直線の並んだ一次元パターンの格子を用いた場合はやはり直線が並ん一次元の干渉島となる。干渉島を入射口の中心軸に近い方から0時、プラスマイナス1時、プラスマイナス2時と順序付けていく島は対象なので、マイナス符号も用いると、 この各次数の干渉島はその島ができている。方向解説してきた光の干渉によって生じている。つまり、干渉島ができるポイントでは、各開口部から出てきた光が強め合いの条件、等位相の波の重ね合いを満たしている。この条件が満たされるためには、各開口部から出てきた光が、波長の整数倍の高度差を持っていなければならない。そこで、格子周期を D、波長を ラムダ、入射角を、アルファ、下射角をベータとすると、整数 n を用いて、と強め合いの条件を表すことができる。ここで n は前述の次数に対応している。d、アルファ、n が決まっている場合、この式より干渉島が生じている方向への下射角、ベータを求めると、となり、波長ラムダに依存していることがわかる。これが分光の起こる理由である。また、 格子スクリーン間の距離を L、干渉島の周期を D とし、格子周期 D に対し L が十分大きいとして、近似を用いると、と表せ、干渉島の周期 D が格子周期 D の逆数と格子スクリーン間距離 L に比例することがわかる。よって L の位置、フラウンホーファー解説領域にできる干渉島周期は格子周期が小さく、 観察場所が格子から離れているほど大きくなる傾向がある。一方、L がそれほど大きくない位置、フレネル解説領域でも干渉島は生じているのだが、その干渉条件は以上の場合とは異なる。フレネル解説領域では異なる次数の光同士が干渉し合っており、L を変えると干渉島のパターンは変化する。干渉島の形自体は、 周期的なのだが、その周期は、フラウンホーファー解説領域の干渉島は異なり、格子周期 D と、ほぼ同程度のサイズになる。初めて史実に登場する解説合子は18世紀のアメリカの自然科学者、デビット・リッテンハウスによって作られたもので、板の間に留めた2本のネジの間に髪の毛を40本、センチメートル間隔で平行になるようにり、その髪の毛が、 パターンの役割を果たすというものだった。その後、これと同じ構造の解説格子が19世紀の物理学者、ヨゼフ・フォン・フラウン・ホーハーによって、金属補線を用いて制作され、多色光単色光の対義語が、どのような波長の光から構成されいるかを、定量的に調べるための道具として紹介された。自然界における解説合子の例は、非常に少ない。 一般的に解説合子と間違われやすいものは構造色と呼ばれる孔弱の羽真珠層、蝶の羽である。虹色に見えるのは大抵、白膜干渉によるところが大きく、これらの干渉は鳥、昆虫、花でしばしば見られる。解説は視覚の変化に伴ってすべてのスペクトルを生じさせるが、白膜干渉は一部の狭いスペクトルしか観測されない。通常、 植物や動物の細胞構造は解説合子の働きをするには不規則な気化構造をしている。しかし、自然界における解説合子は、は飼いシの触覚のように、海中の無脊椎動物で見られ、バージェスミツギワの化石でも発見された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。